画面の前の君、私はケーキ、前回の動画は見てくれたかな？あと一応言っておくけど食べる方のケーキじゃないからね。前回はリリカたちが、HO ゲージの起動者、キハ65系とキハ58系、そして河川中、伏線型渡りポイント窃盗、紹介&開封していたね。それに続いて今回紹介するのはこれ。ジオコレ、元伊鉄コレの車両展示公園。え？ジオコレに統一して家って？どっちも同じところから出ているから変わらないんじゃないのかい？間違っていたら主に謝ってもらうよ。それじゃあ箱から見ていこうか。これ、どこの公園で撮ったんだろうね。いい感じに背景とマッチしていると思うんだけど、どう思う？こっちには中身の概要が載っているね。対象年齢割と高いな。続きまして中身を見ていこう。組み立て式らしいけどどう入っているの？これは本体と屋根と柱か。他には何が入っているのか、シールか。どれを貼るかハートで考えるとして。まずは説明書を見て作り方を知ろう。これが車両を展示する床で、これが屋根だね。まあ見りゃわかるって話か。これらをつなげる柱は、どこだ？これか。左が柱、右が説明看板と見学用ステップね。中央のは、屋根につなげるパーツか。ステップは細かいパーツだからつなげるのは、大変そうだな。接着剤かなんか取ってくるか。よし、作っていこうか。まずは展示台という名の床部分に、柱を差し込む。全部で8本、穴は小さいけど。私はこういう細かい作業は慣れているからね。地道に進めていこう。用紙あと箱の1本を差し込めば、OK。次は屋根と柱を合わせるっと。あーこれ難しいかもしれないな。あっちに持ってっていいんだったら秒で作ってこれるけど。うまいこと。はめれるかな。全然はまらない。先にこっちからやるべきだった。よしできたできた。これ接着剤を使ってがっちり止めてもいいかもしれないね。そういえば、これレールは付属していなかったな。さっき借りてきたトミックスのレールを拝借してみるか。前までたくさん持っていたのにどっか行っちゃったって言ってて、残っているのはこれだけという。S140 と同じ長さだね。ってことは、さっきのパッケージの写真にもあったように、鉄道コレクションを買った時に付属している専用レールを、そのまま使えるってことか。加藤のレールだったらどうなるのかな？ジョイナーありの長さと同じくらいか。もし加藤のレールを使うんだったら、ジョイナーは外して使うのが良さそう？お、そこに車両があるではないか。これちょっと使ってみよう。伊賀鉄道の860系ってかなんで2ドアなん？元から2ドア構成だったのかな？とりあえず入れてみよう。これでどうかな？お、なかなか良いんじゃない？周りをフェンスで囲むとかしても良さそう。じゃあ次の作業だ。シール貼り、さてどれを貼ろうかな？展示台の屋根に取り付けるプレートは3種類、説明看板は5種類か。自分でシールを作るって方法もあるが、そんな機械持っていないしな。こんな感じで切り取って、それを貼って、屋根と繋げるっと。反対側も同じようにシールを貼って屋根に繋げよう。あれうまくはまらない。凹凸のサイズが合っていないのかな？時間がかかりそうだぞ。OK。柱が折れてしまわないかと。怖かったけど、なんとかなってよかったよかった。あとはステップ、元い階段の作成と、看板にシールを貼るという2つの、作業だけ。でもこのステップ、穴も小さいしそもそも部品も小さいから苦戦しそうだ。だがしかし、ここまで来た私に不可能という言葉はない。完璧とまではいかなくても、最後までこの仕事は、やらせてもらう。なんで私は鉄道模型相手にこんなに楽しんでいるんだろうか。もしかして趣味になっちゃったかな？これ全然繋がらない。やっとできた。あと看板にはシールも貼り付け済みだよ。貼り方雑かもだけど、完成した姿はこちら。てかあいつら出しっぱなしやん。しょうがないなぁ。後で私が片付けておくか。これは情景に使えるね。クオリティも良い感じだし、シールの貼り方を除けば。それじゃあ、今回の動画はここまで。また見に来てね。あ、それとぜひチャンネル登録と、コメントもしていってね。ではまた。